メトロイド2リターンオブサムスは1991年11月に北米にて日本の任天堂から発売されたゲームボーイ用アクションアドベンチャーゲーム。日本では1992年1月21日、欧州では1992年5月21日に発売された。同社のメトロイドシリーズ第2作目。主人公のサムス・アランを操作し、 惑星 SR388 に救う、生命体、メトロイドを根絶することを目的としている。敵である、メトロイドが成長を及び変態することや、主人公に新たなアクションが追加されていることを特徴としている。開発は、任天堂開発第一部が行い、プロデューサーは前作にあたるディスクシステム用ソフト、メトロイドに続き横井軍平、音楽は、ゲームボーイ用ソフト、 ゲームボーイウォーズを手掛けた吉富良次が担当している。2000年にゲームボーイ用の書き換えソフトとして、2011年に任天堂 t e ー d 3DS 用のバーチャルコンソール対応ソフトとして本作が移植された。また、2017年に本作をリメイクした任天堂 t e ー 3DS 用ソフト、メトロイドサムスリターンズが発売された。このゲームの目的は、 惑星 SR388 に救う生命体メトロイドとその根源であるクイーンメトロイドの殲滅である。特定のエリアを探索し潜んでいるメトロイドを殲滅することで地下迷宮を満たす有毒液の水位が下がり次のエリアへの道が開けるというのが基本的なシステムになっている。シリーズ内での一般的なメトロイドはクラゲのような姿をしているが 今作におけるメトロイドは惑星の仮想に進むにつれて徐々に成長、変態し、より強力な敵となる。本作から主人公のアクションの幅が広がり、新たにしゃがむ動作やジャンプ中に重口を下に向けての攻撃もできるようになった。一方で、画面の視認範囲が狭くマップ表示機能もないため、難易度が高くなっている。スーパーゲームボーイ発売前に登場したソフトだが、 疑似的には対応しており、固有の四色が配色される。本作は、主人公のサムス・アランとメトロイドとの関係性を表す重要なエピソードを含んでおり、後続のシリーズ作品の物語に大きな影響を与えている。詳細は、サムス・アラン装備、能力を参照。ここでは、当該項目で触れていない細部のみを記述するに止める。なお、本作では、 毛布ボールロングビームミサイル30発を最初から、所持している、なおミサイルタンク、エネルギータンク、スプリングボールは取得しても表記されない。リメイク作 SR では、下記のアイテムはすべて登場。毛布ボールは、最初からは使えず、アイテムで使用できるようになっている。またロングビームが、パワービームの名前になっている。宇宙海賊によるメトロイド強奪事件を重く見た。 銀河連邦は再び調査船を SR388 へ向かわせた。前回の調査で発見されていないメトロイドが存在しているかもしれないからである。そして数日後、SR388 の地底を調べに向かった調査隊が失踪したという緊急連絡が入った。さらに救助に向かった部隊までもが失踪した。 銀河連邦は直ちに連邦警察の武装兵士からなる特殊部隊を SR388 へ派遣し指定に送り込んだ。しかし彼らもまたわずかな資料を送ってきただけで消息を絶ってしまった。銀河連邦は数少ない調査データを調べていくうちについにメトロイドの存在を確認した。メトロイドは SR388 の地下部角に潜んで活動を続けているというのである。この噂は柴叩く間に広がり、再びメトロイドの恐怖が銀河全体を包み込んだ。銀河連邦は緊急最高会議を開き、結論を急いだ。出席した全員の考えは一つ。それはサムス・アランによるメトロイド根絶指令だった。 やがてサムスは銀河連邦からの指令を受け、惑星 SR388 へと向かった。銀河がメトロイドの恐怖から逃れるために、サムスとメトロイドの対決が再び始まろうとしている。ありがとうございます。